Nobis. Chicken Look. これから40分、まずは私の方でですね、三三と神山高専ということで、今僕が取り組んでいる2つのチャレンジについてお話をさせていただければと思っています。後ほど質疑応答の時間もあるということですので、ぜひ多くの質問をいただければというふうに思います。それではですね、ちょっと早速画面の共有して、始めたいと思います。三三神山丸ごと高専、出会いからイノベーションを生み出すということでお送りしたいと思います。三三という会社、何らか知っていただいているかなと思うんですけれども、名刺の会社だよねという印象かと思いますが、僕ら、名刺に何を見出しているかということなんですけれども、ミッションとして掲げているのは、出会いからイノベーションを生み出すということを掲げています。人と人の出会いがいろんなことを生んでくるなというふうに思ってまして、私自身ですね、今日この場に立ってお話しているのも、中学からの同級生のアレンジもあってですね、同窓会前会長なんですかね、矢原さんの紹介で今日喋らせていただいてます。一つ一つ点なんですけれども、それが線になって面になっていろんなものが生まれてくるなというふうに思ってます。で、我々この出会いというものに着目をして、そこからイノベーションを生み出すということをミッションに掲げている会社になります。そもそも三三の始まりっていうのを振り返ると、これあらゆるスタートアップ、あらゆる人たちがですね、チャレンジは人との出会いから始まるわけですけど、今も会社を一緒にやっている富岡という人間はですね、高校時代のクラスメートということで、今から29年前ですね、高校時代はですね、大して仲良くもないというか、もちろん出会ったなんて感覚もない関係でした。それから大学、社会人と関係が深くなる中で、よし創業しようと思った時に、中国にいる彼を訪ねていって、一緒に会社やらないかということで話しかけて、そこから三三の物語が始まりました。その高校時代、まさかこんなこと、こんなに深い付き合いをするなんて夢にも思わなかったんですけれども、後から振り返ると、あの時の出会いがここにつながってんだというふうに展開していくのが、その出会いの力かなというふうに思っています。で、要するに三三という会社はですね、何を信じているかというと、100年前もこれから AI とかいろんなものがどんどん進んでいった100年後も、人と人が出会って何かが生まれていくということ自体は、人間の本質であり普遍的なものなんじゃないかなと。それが名刺というモチーフかどうかは別にしてですね、そこに対して向き合っている集団になります。で、そういうその前提の中で名刺管理サービス三三をやってるんですけれども、実際この出会いからイノベーションを生み出すというミッションのもと、実はすでにいろんな多くのサービスをやっています。三三、働き方を変える DX という傘コンセプトのもとですね、三三はもちろんのこと、いろんなものを今やっております。例えばビルワン、これ最近 CM もやってるのでご覧いただいた方もいらっしゃるかなと思うんですけど、名刺の次は請求書、契約書でコントラクトワンとか、出会いといえばイベントセミナーだよねということでセミナーワンっていうのもやってます。あとは三三名刺メーカー、ついに三三はですね、名刺を管理するだけじゃなくて名刺を印刷するサービスも始めました。で、この名刺を印刷するサービスというのは、単にこの紙の名刺を今更やるということじゃなくて、名刺を紙でも使えるし、こういうオンライン名刺でも使えるというシームレスなサービスを作ろうということで出したり、実はいろんなものをやってます。あと最近は出資ですとか M&A を通じて、我々のミッションとアラインするようなサービス、そういうものを取り込んで、マルチにやっているというのが今三三の現在地になります。で、ちょっといくつかですね、全部お話しするとキリがないんですけれども、最近の取り組みなんかを紹介しながら、三三の最近今を知っていただきたいなと思いますけれども、今も触れましたけれども、このオンライン名刺ですね、出会いというかイベント、人と人の打ち合わせというのがオンライン化してくる中で、それでもなおやっぱり人と人が出会った時に一定の連絡先だったりパッケージとしての情報交換って必要だなというふうにやっぱり思います。その時に今日のこの QR もぜひ取っていただければと思いますけれども、オンライン上でも名刺と同じようなことができるようにしていこうということで、このコロナ禍で1年ぐらいずっとこれプロモートしてます。徐々にですけれどもだんだん増えてきていて、我々としてはですね、オンラインってなると、ところで向こう5人ぐらいいたけど誰がいたっけってなったりするミーティングって皆さんも経験あるんじゃないかなと思うんですけれども、そういうことをなくして本当に出会いという価値をですね、引き続きオンライン時代にあっても有効に活用していくための仕組みとして、このオンライン名刺というのを今すごく知っています。本当にこうぐーっと伸びてきて、これも受け入れられつつあるかなという実感を持っています。はたまたエイトンウェアというのもあって、
これは8というサービス、まあ、個人として使っていただいている方もいらっしゃるだろうと思うんですけど、名刺管理アプリではあるんですが、このサービスの特徴は、自分の名刺をプロフィールとして登録するところから利用が開始します。で、この8オンエアって何かっていうと、ビジネスイベントと出会える場所ということになってまして、今オンラインイベント、今日のもそうですけど、非常に増えてます。非常に増えてるんですけど、どこで何がやってるかって情報ってほとんど知らないと。で、本来オンラインイベントなんで飛び込みで参加するなんてこともあっていいわけですけれども、なかなかそうもいかないと。で、開催する側からすると、せっかくやるんでキャパシティの問題もないわけですから、できるだけ多くの人に参加してもらって、ビジネスであれば参加者として登録していただいた情報をリードとして得たいなんてことがあるんですね。で、これ今、8というのを開いていただくと、今開催されているビジネスイベントというものがあって、クリック一つで入れると。で、見る側はすごく隙間時間で自分にとって有益なイベントに参加できたりとかですね。参加者側からすると、アドホックにそういうところに、イベントを掲載することによって、より多くの人に知ってもらうみたいなことも8の中で始めたり、これを8オンエアというのもやってます。これもオンライン名刺のベースがあってのことですけれども、はたまたさっきも触れましたけれども、ビルワンということで、名刺でやってきたことを請求書でもやろうということで、これはですね、請求書を受け取る仕組みです。名刺管理サービス33についての説明は割愛しますが、ご存知かと思いますが、名刺というものをですね、データ化すると。それをいきなりデジタルにするということじゃなくて、いい、そのままでいいですと。アナログの名刺をスキャンしてもらえれば、我々はデジタル化しますという、まあ、その逆転の発想が一つのブレイクスルーだったわけですけど、この請求書版33というか、ビル版も同じです。請求書っていまだに紙だったり、メールの添付だったり、いろいろあるわけですけれども、紙の請求書であれば、ユーザー企業がですね、33センターを指定すると。メールの宛先にビルワンから振り出されたアドレスを指定するということによって、これ請求書を受け取る仕組みなんですけれども、受け取る企業はもちろんのこと、相手先の企業もですね、今までのやり方を変えることなく、導入企業にとってみたら、請求書のデータベースがクラウド上に出来上がるということで、これ画期的なサービスだなと我ながら私ども思ってまして、この1年間でゼロから立ち上げて、ものすごい勢いで今伸びています。で、先般これを100名以下の企業様にはですね、無料提供を開始しました。このビルワンという仕組み自体がネットワーク構造を持ってますので、請求書の日本最大のネットワークを作りたいなと思ってやってます。この中も経営者の方もいらっしゃると思いますので、ぜひビルワン100名以下の会社で該当される方なんかは無料ですんで試してほしいなと思います。あと、これも昨日発表したんですけれども、8カンパニースコアフォーアカデミアということで、これ何かというと、私がですね、自分の会社に対して自己評価をするときもそうですし、どっか他の会社に対して、この会社どんな会社だろうって知りたいときって、その会社を知ってる人の意見って非常に重要視してるわけですね。そこに着目をして、8上で A という会社を知ってる人、つまり名刺交換をしたことのある人たちにアンケートを取る。B という会社と名刺交換した人たちにアンケートを取る。これある程度標準化されたフォーマットでやることによって、今まで見えていなかった取引先ですね。広い意味での取引先が会社をどう評価しているかってことを相対化していこう。ちょっとわかりにくいんですけれども、簡単に言うとブランドのエンゲージメント力みたいなことを測ろうという仕組みで、これ3年前からデータを取っていて、株価との連動とかいろんなことが分かってきて、これ論文なんかも出したりしてます。で、これを昨日学生向けに無料開放して企業研究に役立てていただこうということで、こんなサービスも開始しています。まあ、33というと名刺の印象が非常に強いと思いますし、我々それも今も大事にしているんですけれども、今は本当にマルチなプロダクトをいくつも展開して、出会いからイノベーションを生み出すというミッションのもと、我々の得意なことですね、つまりはアナログとデジタルの間をつなぐという観点でいろんなサービスを提供しています。一方で、まあ、我々独自の話だけじゃなくてですね、今日はグロービスのイベントということもありますので、まあ、僕らがサービス開発とか新規事業とか経営に向き合う中で何大事にしているかということを少しご紹介したいなと思うんですけれども、33って名刺管理サービスです。で、CM ご覧になったことも多いと思うんですけど、これ早く、それ早く言ってよってですね。あれってまあ多少大げさに描いてますけど、わかるわかる、あるあるっていう感じだと思うんですね。で、まあ、僕は前職ですね、サンサン創業する前、三井物産という会社にいて、いろんな新規事業なんかやってました。その中では、まさにああいうことあるわけですよね。あそこまで、まあ、あれ、実は8年やってて、8年経ってもキーマンに会えないっていう、まあ、まさに喜劇みたいなことになってるんですけど、まあ、あそこまではないにせよですね、
どこどこ会社の広報部の人会いたいなと思って頑張って辿っていったけど、会えなかったと思ったら隣の人が知ってたとかですね。まあまああるわけですよね。でその時に、こいつこの人でしょって名刺見せられるみたいな。とか、あと自分自身も名刺を大量にもらって、それの管理に困ってるとか。まあそういうこう、実際に自分自身がペインポイントというかですね、痛みがわかるもの。まあこっからサンサンというのを作ってきました。もちろんその痛みというものを解決するとともに、その奥行きですね。名刺って創業前に考えたんです。年間100億枚世界中流通してる。これってすごく手触り感のある痛みであるとともに、これをデータ化していく、人と人の出会いとしてデータ化していった奥にはすごい可能性があるんじゃないかということでこれを始めました。で、サンサンのみならず、エイトもそうです。ビルワンもそうです。ECS4 もそうです。ありとあらゆるものは僕ら自身はなんかこうマーケット調査してそこからこうどうのこうのというアプローチをあまり取らずに、あ、これ困ってるじゃん、この人困ってるじゃんみたいな、すごいそう定性的な手触り感のあるものから始まります。で、企業を志す人たちとかにもよく言うんですけど、やっぱり僕自身は何かサービスを生み出すとか会社を作っていくって時はマーケットがどうのこうのって話はまあ逆むしろ後付けで、自分自身が一人称で感じられる課題だったり、自分自身がワクワクするテーマだったり、そういうところから入らないとやっぱり良くないなと、やっぱり成功しにくいんだろうなというふうに思ってます。これはサンサン以外のサービスを作っていく上でもこの手触り感のある課題に向き合うというのを大事にしています。あともう一つですね、これも僕ら大事にしている価値観で、これだけ言うとなんかかっこいいようなにも聞こえるかもしれないですけど、風を追いかけるんじゃなくて風を起こすと。もちろんなかなか起きません、なかなか起きないんですけれども、そういう矜持で新規事業に向き合っていこうというのを常に大事にしています。つまりこのマーケットが伸びてるから、このマーケットを勝てそうだから、もちろんそういう視点はビジネスさんで入ってくるんですけど、それはセカンダリーであって、これは僕らにしかできないサービスだと、誰もやってないからやるんだということで常に向き合っています。もちろん結果としてそこからですね、あ、サンサンこれやってるんだったらうまくいくかもしれないということで競争が逆に激しくなったりということももちろんあります。ただ一番の入り口としてやるときに勝てそうだからということではなくて、何かが想像できそうだからということでを大事にしています。まあ、バランスなんですけれども、これをかっこよく言うと、いや風を追いかけるんじゃないんだと、風を起こすんだということを、またこれも矜持としてサービスを作っているというのが今の我々の立ち位置です。で、僕ら自身ですね、こういう観点でいろんなサービスを重ね、ミッションのもとやってるんですけれども、出会いからイノベーションを生み出すというミッションのもとやりながら、我々自身がどういう存在になっていきたいかと、まあ、いわゆるビジョンですね。実は遅ればせながらこのビジョンというのを置いてまして、最近はこれを強く言ってるんですけれども、ビジネスインフラになろうというのをサンサンとしたビジョンとして掲げています。これ何が言いたいかというと、インフラってあって当たり前でないと困るもんですよね。そういう存在になりたいなというふうに思います。つまりなんだよサンサン動かないのか、じゃあ仕事になんねんじゃねえかっていうような一言ですとか、なんかそういうこう皆さんに気づかれない、もう便利だともしかしたら言ってもらえないかもしれないけど、それがないと仕事ができないような、そんな存在になりたい。重ねて言うと、とはいえテクノロジー業界のインフラって期待値をどんどんアップデートしていかなきゃいけない。メールが登場した、 Gmail が生まれた、うわすげえな Gmail、 で今時例えば Gmail 使ってすげえなって誰も思わないですよ。もはやそれが当たり前になった中で、今度はミートだなんとかだ、どん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 重ねてって当たり前をアップデートしていく、まあ、そのプロセスそのものもですね、このビジネスインフラになるという思いに言葉に込めてビジョンとして掲げています。なので我々としてはまだまだちっぽけな存在ですけれども、日本において世界に向けて、ビジネスインフラを目指しているというのが今の現在地になっています。というのが、サンサンというですね、ビジネスフィールドでのチャレンジになります。そして今日は、まあ、神山高専というプロジェクトについてもお話をしたいんですけれども、まあ、僕自身今日この場をチャンスをいただいたのも、こっちの、ご紹介をしたいというのが一番のきっかけでもありましたので、こちらの話に移っていきますけれども、ですね、徳島県神山町という田舎に私立の高等専門学校を作ろうというふうなプロジェクトをやっております。高専、まあ、知ってる人知らない人、馴染みが深い人深くない人いると思うんですけど、ほとんど国公立ですね。で、私立の高専というのも大体は大学付属とかでして、独立系の私立高専というのは日本で初めてになります。なので高専ではありますが、高専というフォーマットを使った新しい学校を作ろうという野心的なプロジェクトです。
こちらですね、4、5年ぐらい前から僕自身ビジネスフィールドがやっぱりメイン、あの主戦場だと思ってるんですけれども、ビジネスでは届かない課題に対して、あの社会に直結する社会貢献として何かできないかっていうのを考えたときに、まあすごい、なぜかは最後答えきれないんですけど、学校を作ろうって思ったんですね。あの学校を作ろうと思いました。で、学校を作ろうと思って、じゃあ何だったらいいんだろうなと思ったときに、まあ、サンサンとしては10年前からですね、この神山町という町にサテライトオフィスというのを設けていて、あの地方創生の文脈詳しい人だったらよくご存知かと思うんですが、この奇跡の田舎とも言われる神山町と縁があり、で神山町はですね、この写真の一番左にいる大南さんという方がもう20数年前から、まあ、安っぽく言うと町おこしですけれども、この町を変えてきた、サンサンというサテライトオフィスが生まれるはるか10年以上前から、あのアーティストを世界中から呼んできて、アーティストインレジデンスということで、アーティストが住み着いて作品を作って帰っていく、もしくは住み着いていく、なのでアートの街としてかなり有名になっていたり、そしてサンサンが10年前に入り、サテライトオフィスの街としても有名になったり、でこの大南さん自身は地元の名士なんですけれども、スタンフォードダブルマスターということで、えらいインテリア方でもあり、まあ、この方とですね、組んでこの街の未来に対して新しい学校を作ろうというのがきっかけです。でこの絵はですね、2年前に記者会見をした時の絵なんですが、あの大南さんとの出会いから始まり、そして神山町で出会ったクリエイターだったり建築家だったり、いろんな人と一緒にですね、学校を作ろうと立ち上げたのが3年前、そして2年前この記者会見をやりました。でその後いろいろあって、いろんなことがだんだん形になってきているわけですけれども、まあ、どんな学校かというと、コンセプトはですね、テクノロジー×デザインで、人間の未来を変える学校というふうに言っています。これまあ何が言いたいかというと、高等専門学校ってものづくり人材を輩出する、そういう大きな役割を果たしてきた機関だと思っています。今なおその機能を果たしているというふうに思います。ただ、まあ、現代におけるものづくりっていうのは少し意味が違ってきているというか、アップデートが必要だなと思っています。現代におけるものづくりの基本的な素養って何かというと、テクノロジーとデザイン、この2つだというふうに我々は考えています。なのでこの上の1行は何が言いたいかというと、ものづくりということです。テクノロジー×デザイン、両方使える人間、つまりはものづくりなんだということですね。で人間の未来を変える学校っていうのは、じゃあものを作る人間って、ともすると日本の社会構造だと、下手するとワーカー的に扱われることも少なくないかなと思います。でも違うんだと。これからにおいては、その人たちが自らアジェンダを設定して、社会に問うていく。まあ、小さく言うと起業家、ちゃんと言うと起業家精神、アントレプレナーシップを持って、社会に向かっていく、未来を作っていくんだということを意味を込めて、人間の未来を変える学校というふうに言っています。これが今、我々がこの神山丸ごと高専で打ち立てているコンセプトになります。これをちょっと言い換えると、育てる学生像はですね、ものを作る力でことを起こす人。私自身はものづくりのバックグラウンドないです。ことを起こす人としてやってきました。ただ、これから先、ことを起こしていく人は、まあ、物を作る力を持ってことを起こさないと何も動かないんじゃないかというふうに思いますし、現代において物を作るということのハードルはテクノロジーとデザインが使えればかなり下がっています。なので自分で着想したアイディア、ことに対してちゃんとその場で作っていける実装力、こういうものを両方一緒に身につけた人材を育てていきたいというふうに思っているので、この言葉にまとめています。ですので、もうこのテクノロジーとデザインとアントレプレナーシップ、まあ、グロービスさんのセミナーでいうのもはばかられますが、テクノロジーって言ってみりゃ、まあ、工業系の大学とか理系の大学みたいなことですよね。デザインって美大みたいなもんだと。で、起業家精神って MBA みたいなもんだと。これをギュッとパッケージとして3年間一体として学ぶという仕組みでございます。まあ、非常に、自分たちで向き合っていてもですね、野心的なプロジェクトだなと思うんですけれども、これをちゃんと形にしたいというふうに思っています。で、まあ、神山での出会いから始まり、10人ぐらいで始めたプロジェクトですが、今はもう50人ぐらい、仲間と一緒にやってます。もう会社を経営するというやり方と、こういうソーシャルプロジェクトをやるというやり方の違いなんかからも日々学びながらやってるんですけれども、その中で、まあ、経営のコアメンバー的に、世の中への顔としても見せているのがこの4人でして、
私、寺田がですね、サンサンと兼務ですけれども、理事長をやります。これはいろんなドラマがありまして、ノートなんかにも書いてあるんで、ぜひご覧いただきたいんですけど、まあ、私自身、もともとはですね、自分で理事長をやるつもりはなかったです。アンカーとなる寄付をして、誰かに理事長やってもらおうと、実は思ってました。が、いろんな出会いといろんな奇跡が重なって、もうこれは自分でやろうと決めて、サンサン取締役会も通して、今年の1月に発表して、今に至っています。で、校長先生はですね、大倉さんという方で、彼は自分で創業した会社をですね、ZOZO の創業初期の頃に、まあ、合流して、ZOZO の CTO として裏側をずっと作ってきた人です。で、彼自身、福井高専出身で、福井大学のドクターということで、自ら校長をやるということで、向こうにも許可を得てやる前提で、今一緒にプロジェクトをやっています。そして、クリエイティブディレクター、山川咲希。彼女はですね、クレイジーウェディングという会社の創業者で、ウェディング業界に革命を起こしたとも言われてますけれども、そこの代表をやってました。で、創業やってました。で、今はそこ離れて、実はそこを彼女が離れているタイミングの時に、皆さんも名前聞いたこと詳しいかもしれませんが、アイザック、小林凛さん、軽井沢アイザックのですね、小林凛さんに、いろいろ理事長探しの相談をしていたら、咲希ちゃんがいいんじゃないかと、彼女今クレイジー離れて、次を模索してるよということで、紹介してもらってですね、口説きに口説いて理事長になってもらおうと思ったら、最後僕がクロージングされたという経緯でございまして、まあ、この辺詳しくはまたいろいろ見てもらえればと思うんですけど、まあ、その彼女が今クリエイティブディレクターとしてやってくれています。そして右側ですね、伊藤さんというのは、パーティーというクリエイティブ事務所の CEO をやられていてます。パーティーもすごく有名な会社なんでご存知の方も多いと思うんですが、で、彼自身そのクリエイターでありながら、学校教育とか教育に対して非常にパッションがある方と。で、実際ご自分も京都芸大の教授を9年ぐらい務めてらっしゃって。で、彼がまさにテクノロジーとデザインとアントレを知る男として興味を持ってくれて、じゃあカリキュラムを一緒に作りましょうということで、カリキュラムディレクターとして参画をしてくれて、この夫人になっています。で、大倉さん、伊藤さん中心にですね、まとめたカリキュラム構想をですね、今、神山サークルと呼んでまして、ものを作る力を真ん中に置いて、それを社会と関わる力と掛け算していくと。ものを作る力っていうのを分解すると、言葉に強くなる、数字に強くなる、絵に強くなる、プログラミングに強くなる。例えば絵に強くなるっていうのはもう本当デッサンから UI、UX までやります。プログラミングも普通のプログラミングから AI まで当然やります。ともすると日本って早い段階で分離が分かれたり、デザイン系進んだ人は数字が分かりませんって言っちゃったり、なっちゃったり、エンジニアとか理系行った人は絵心ありませんってなってみたり。いや違うんだと。これも15から20歳の学びの中で一体になってやると。これがものを作る力なんだということで、これを真ん中に置いています。そしてこれを社会と関わる力と接続していく。これも3つに分解していて、人と一緒に作る力、ことを起こす力、隣人と生きる力。この3つを学ぶことによって、21世紀の人間力を育んでいこうというのがこの構想になっています。で、戻ってですね、まあ、なんで高専なの、高専なんなのってことなんですけれども、15歳から20歳までです。で、高専って、就職となれば 100% と言われるぐらい人気がある仕組み。で、かつ、実は大学編入となれば、東大含め、いろんな大学に進めると。これって、見方変えると、現代の高校って、ともすると大学の予備校じゃん。大学って、それの反動のモラトリアムと、まあ、就職予備校じゃん、みたいなことさえも言えちゃう状況の中で、実は最強なんじゃないかっていうのは昔から思ってて、それをすっ飛ばして、15で入った時に、社会に直結する寸前の大人がいる。つまり、社会に直結する空間としてこの5年間を過ごし、結果として就職をする、結果として編入する。まあ、これ自体が非常に面白いなと思ってました。で、今回は、ならばそれをベースのオプションとしながら、いや、もしくはそのセーフティーオプションとしながら、起業するんだと。4割起業というのを目指してまして、ファンドも作る予定ですけれども、起業していってもらおうということで、この高専というのをまあ選びました。で、外観というかスペック的な情報を申し上げると、神山丸ごと高専ということで、2023年4月の開校を目指しています。これですね、もう1年半後かと思うと、まあ、すごくこう焦っちゃうぐらい、まあ、あっという間だなと思います。2023年4月の開校、最初の卒業生2028年。
僕このプロジェクトを最初にキックオフしたのが2018年、丸10年かと。で、今日グロービスの15周年ってことなんですけれども、まあ、その前5年10年構想から含めると、流れがあると考えると、もう本当にもう、まあ、尊敬というかですね、もうリスペクトの気持ちでいっぱいです。ただ間違いなく教育っていうのはインパクトがあるものであると同時に時間かかるなというふうに思ってまして、まあその時間に対して、まあ、サンサンなんかでやってると新規サービス作ろうって言っても、まあ、手前に作ってこうリンでわーってやるわけですけど、まあ、教育はそういかないなと思いながらこの時間軸にも向き合っています。で、1学年40人の5学年200人の全寮制になります。徳島県神山町で、神山中学校という校舎を譲り受けて、そこを寮に改装して、近くの土地、川向かいの土地を取得してもらい、そこに我々として、新しい校舎を作ると。今、今日もオンラインで、オンライン教育を前提とした学校もいろいろ増えてますよね。N 校なんかも素晴らしいなと思うんですけど、こっちは真逆で、オフラインだと。もう一応聞かせていきたいなということで、オフラインの学校としての特徴を持っていこうとしています。で、神山ですけれども、さっきも触れましたけれども、もう一回おさらい的に言うと、徳島の田舎です。過疎の町です。里山です。ただ、アートの蓄積やら、さっきのサテライトの話やら、若者が結構移住してまして、この10年間で、転入者が転出者を上回る、いわゆる社会像をですね、しかも若者が増える形で成し遂げている、奇跡の田舎とも言われています。で、私自身、この町関わってきて、すごくすごく面白いなと思って生きてます。こんだけの変化が続いていく。ただ、この立役者である大南さんもそうですけれども、大南さんがまさに思ってらっしゃると思いますが、その奇跡の田舎、神山町ですら、じゃあ50年単位で考えたらとか言うと、サステナブルかどうか、必ずしも約束されてないと。その町に、その福岡に育ったインフラのこの神山町に、200人の若者が全寮制ですから、全国から集まる仕組み、これを作る、恒常的に集まっていく。それの家族、教職員、考えていったときに、この5000人の町にですね、これができることの意味って非常に大きいんじゃないかなと。まあ、壮大な社会実験という言い方が適切かどうか分かりませんが、まさにそういう意味においても、このプロジェクトは価値を持っているんじゃないかなというふうに勝手ながら思っています。で、今年のですね、1月に私、リーチをやりますという発表をしてからですね、まあ、山川咲さんも加わり、いろんな社会とのコミュニケーションを一生懸命増やしています。で、その雰囲気を知ってもらう意味でご紹介しますと、例えば丸ごと構成円卓会議、これ皆さんもよければ参加いただきたいですが、3週間に1回、1ヶ月に1回ぐらいやってます。今まで5回やっていて、教育会、ビジネス会、さまざまな方からが登壇いただいてます。例えば左下の2人なんかは実は高専出身の起業家で上場もされてますけれども、こういう方に登壇いただいたり、チームラボ猪子さんは徳島出身なんで猪子さん呼んで一緒に中高生と議論したり、まあ、いろんな形でこの学校づくりのプロセスを公開しながら、まあ、いろんなことをやっているというところです。で、直近ですね、6月にこれやってご覧いただいた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、クラファンやってました。クラファン、幕開けでですね、クラウドファンディングをやりました。これどういう趣旨で何の目的でやったかというと、ですね、まあ、これ後のページも出てくるんですけど、まあ、20億以上のお金が必要なプロジェクトです。ですので、今回5000万集まったんですけれども、5000万という数字が極めてクリティカルかというと、必ずしもそうではないです。じゃあ、これ何を主としてやったかというと、学校を作ってますっていうと、これ自分で向き合ってたと思うんですけど、まあ、そうそうある機会ではないので、多くの人がですね、なんかできることないと、手伝いことないと言っていただきます。で、結果、タイミングとニーズが合えばですね、プロボードで入ってもらったりして、実際50人の仲間と今やってるんですけれども、とはいえ必ずしもそういう展開にその場でならない人も多いという中で、そういう声をですね、ちゃんとコミュニティにしたいなというふうに思いました。で、もう一方でこの新設校としての困ってることなんだっけ、まあ、お金も当然必要です。まあ、その意味でのこの5000万も非常に貴重なんですけれども、もう一つはですね、最初の数年間の生徒は先輩がいないと。逆を返せば彼らにとってみたら、もや創業メンバーの一員としてやってもらえる喜びもあるわけですけれども、ただ先輩がいなかったり、同窓会がなかったりすると。まあ、それって、高専の良さを少し減じているかもしれないと。ならば、その応援したいという気持ちを先輩になってもらうという形で変えてみたらどうかということで、これ実は3万円払って、この学校の先輩になってくださいという企画でした。で、これですね、3万円って大金ですよね。これを払って、先輩になって、
どんなことになるかと思ったんですが、これ2日で先輩が売り切れるということになりました。非常に何ですかね、この事柄が、このチャレンジがですね、少しずつ社会ごとになってきているなという実感を持ったイベントです。実際それで先輩会合なんかしながら、いろんな今議論が始まっていて、非常にこの手応えというか、新しい学校を作るということに対する世間の皆さんのですね、皆さんの注目とか応援を感じたプロジェクトでした。でもこれまだ終わってないんですね、実は。もともとこのプロジェクトもあって、正直言うとこれの宣伝もしたかったりしてですね、グロービスさんで説明できないですかってこともきっかけとしてあったんですけれども、実はまだこれ続いてまして、幕開け応援購入プロジェクト、先輩枠は売り切れたんですが、引き続き募集をしております。で、こんなコースを用意してますんで、ご興味持った方はぜひお願いしたいなと、もっと応援コースということで、特別授業が視聴できますと。私、大倉、山川、伊藤の4人が真剣に、講演ではなく授業をやります。ということで、これにご参加いただけます。あとは、これ、後でもちょっと流しますが、山川早紀ディレクションでドキュメンタリー撮ってまして、このドキュメンタリー、まだ一部しか撮れてませんが、2年分の、泣き笑いのですね、ドキュメンタリー映像っていうのを作ってますんで、これの先行視聴ができますよということを、出してますんで、もし、応援してもいいよという方は、ぜひクリックいただきたいなというふうに思います。あと全体のですね、まあ、グロービスさんですね、経済的な仕組みをお話ししておくと、ですね、今、開校に向けて必要なお金が21億円というふうな見積もりになっています。これ別になんか僕らが、ラグジュアリーなものを建てようとしてるわけでも何でもなくて、とある学校を作ろうとすると、文科省の規定で一定 の, 金あのお金を積まなきゃいけないと決まってます。それだけじゃ足りなくて、運転資金とか、寮を建てる自己資金とか、いろいろ立ち合わせると21億と。いうお金が必要になります。で、これは寄付で集めなきゃいけない。つまり出資でも何でもなく寄付として集めるという形になってます。で、これをですね、今必死に集めてます。さっきの5000万も大きな一部ですし、もともときっかけとして自分が言い出してるので、僕も一定の寄付を個人として しました。し、大倉さんだったりメンバーもしてます。ただそれだけでは足りないというのもありますし、そもそも、お金って色があると思うんですね。やっぱり色がないようで色がある。つまりお金は誰からお金をいただくかというのはどういう応援をもらうかということとニアリーイコールだと思っているので、本当に今私自身はいろんな方からの寄付を募っています。で、今17、18億円集まってもう少しで開校資金集まるんじゃないかなと思っているんですけれども、寄付を集めるというのはなかなか大変でして、私もサンサンの営業やらサンサンの会社での増資、これも一種の営業だと思いますがやってきた中で経験をしてきましたけど、寄付というのは経済的なリターンがないですね。社会が変わることはリターンですというような志ベースのものになりますけれども、これで頑張ってやっています。で、一つ特徴があるとすると、ふるさと納税が使えますと。その中で2つあります。1つは、まずふるさと納税経由の寄付が、学校の開校資金になります。文科省が求める開校資金として組み入れられますよというのが、日本初の事例になると思います。で、もう1つは、企業版ふるさと納税が使えます。これですね、社会的認知が全然少ないんですけれども、去年の税制改正で、課税ポジションにはよりますが、9割控除される。つまり、1億円寄付しても、うまくこれが使えればですね、1000万の負担で済みます。結構驚異的な仕組みだと思ってます。これ、日本のいわゆるこう CSR とか ESG のお金の流れを変えるインパクトすらあるんじゃないかなと、個人的には思ってるんですが、これ、あんまり使われてません。ただ、我々としてはですね、これ、3月31日に内閣からの認証をもらいまして、これが使えるようになっています。で、今4社発表してますけど、実際はもう、十数社ですね、徐々に発表してきますが、この学校づくりに、パートナーとして参画いただくということになってまして、こういう企業さんたちと一緒に実学としての学校の中身づくりもやっていこうということで、今、鋭意準備をしているところです。で、どんなスケジュールかというと、2023年4月の開校に向けて、今年の10月に全部申請書を出すということで、もうなんか、アジャイルと程遠いウォーターフォールなんですけれども、人も物も金もこの時点では全部揃っているということで出していかなきゃいけない。で、これを出して、無事承認されると来年8月から生徒の募集を開始して2023年の開校という流れになります。で、僕ら自身ですね、僕自身かもしれないですね、これどんなビジョンでやってんのということはこの言葉に収納されてまして、先ほど冒頭でご紹介した大南さんという方は、スタンフォードのダブルマスター、偉いインテリな方、
だったり、その神山町に関わる中で本当にイノベーションがいろいろ起きているこの町に対して面白みを感じていたときに、まあ、僕も前職時代、釣り込まれちょっといたりした経験もあって、これってこの町にスタンフォードがあればもはやシリコンバレーじゃんって思ったんですよね。で、まあそれのまあ芽生えから転じてってこのプロジェクトをやってる中で、私自身はこのビジョンに自分がドライブされてます。さっきのいろんな企業さんもそうですけど、幕開けでかかっていただいた方々も含め、ここにこの学校があるから企業やら人やらアーティストやらアントレプレナーやらクリエイターやらが集まってきて、卒業生が起業してって、もしくはぐるっと回ってこの町に戻ってきて、そこにこう多層的にいろんなものが重なってくる、こんなビジョンに対して自分はワクワクしてこのプロジェクトをやっています。そしてもう一つ付け加えるとすると、教育界に少し足踏み入れて思うんですけれども、学校をですね、中から変えていくのって本当に大変なんだなと思います。で、これ自身は小さな事例です。たった一つの、40人1学年200人の小さな事例ですけれども、なんかこう全体を論じるよりもですね、面白い本当にインパクトのあるクリエイティブケースができることによって全体に与える影響ってもしかしたら大きいんじゃないか。高専全体のカリキュラムをですね、この学校が作ったカリキュラムがインスピレーションとなって変えていけるんじゃないか。まあ、そんなことも考えていたり、はたまたこういう、こう、意欲ある地方都市にですね、いろんな学校ができていくという一つの方になっても面白いし、まあ、そのような広がりも加味して、神山から未来のシリコンバレーを生み出すというビジョンに重ねて、今頑張っているところです。で、せっかくなんで、この募集というかですね、まあ、呼びかけもしとくとですね、今20名の先生、大体決まってきたかなというところですけれども、これから事務局の組織なんかも作っていかなきゃいけない。ちなみに先ほど人と人の出会いがなんてことを言いましたけれども、この学校のですね、事務局長、10月から神山に、移住するんですけど、彼もグロービス出身ということで、またはたまた地域おこし協力隊で神山に移住した人がグロービス出身らしく、なぜかグロービスネットワークが小さく出来上がりつつあるわけですけれども、まあ、それにもかこつけてちょっと申し上げておくと、これからですね、この運営メンバーを募集しています。先ほど申し上げた準備メンバーというのは今いて、その中に入ってもらう可能性ももちろんあるんですけれども、これから事務局組織を作っていく中で、いや、移住してやりたいというようなレベルで興味のある方がいれば、その方のですね、経験に合わせてどんなことができるかということも考えていきたいなと、そういう相談もできたらなということで、今日はこのスライドも1枚挟ませていただいています。はい。で、最後、ちょっと動画をですね、さっきドキュメンタリーちょっと触れたんですけれども、まあ、学校づくりの雰囲気を知っていただくということで、これを流して終わりたいと思います。流します。学校を1個ゼロから作るのはめちゃくちゃ大変だなと思いました。その積み上げていっても絶対できないなっていう感じはあります。ああ、本当に自分の会社作ってきましたけど、結構壮大なプロジェクトだなと。未来のシリコンバレーですね。それはなんか普通にあるなと思うし、世界中で起業して世界変えててほしいですけどね。今回もまあ一つのイノベーションに挑んでるつもりなんで。ご無沙汰です。まあ中山間地域だからこそ、ある種知的産業的な教育分野の可能性っていうのは多いの私はあるように思います。本日、中高生のリアルな声を聞きながらですね、理想の学校ってどんな学校なのか、失敗しまくれるところだと思う。可能性を決められちゃってる感じがあまり好きじゃないなって。作るっていうプロセスってすごい大事だと思う。実際自分でやってみるっていう物事が非常に体系なんですので。デザインとテクノロジーってどういうことで言ってるのか、それによって教育内容は全然違ってくる、けど本当にやりますかっていう僕はそこです。要は工学部の大学と美大の大学と経営学部とかが合体したような感じなんで、そのリアリティたるや相当ですよ、ね、物を作れない人は学校にはいない感じです。やっぱ14歳の時に見極められる、やっぱ課題しかないんで、とにかくやるしかない、やった方が良くなることがすごいたくさんある。下手すると何者でもない学生が出来上がっちゃう。何があってもめげないで我々も頑張りますので。物を作る力でことを起こす人です。社会に変化を起こせる人材を育成します。自分自身にとってはずっとこう
地域づくりとかをやってきた最後の一つの仕上げかなっていう。ここからもと全部より具体化してきた中で本当に面白い学校できるんじゃないかっていう、そのワクワクが止まんない感じですね。以上ですけれども、まあ、中にもありましたけれども、まあ、第二の創業のつもりで第一の創業もまだまだチャレンジ中なんですが、頑張ってやっておりますということで、ちょっと40分押しましたけれども、一旦私の方のですね、私から一方的に喋るパートの、まとめとさせていただきます。ありがとうございました。寺田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。話がいっぱいありすぎて何から伺ったらいいかなと思いながらずっと聞いてたんですけども、ですね、いろんなことを感じながら、私も学校を作ってきたので、先輩、いや、学校を作るの本当大変だったよなとか、いろんなことを思い出しながらお話を聞いていてですね、ちょっとなんかこう本当に感慨深い感じになっちゃってたんですけど、まずお伺いしてみたいのは、なんで名刺だったのかっていう話と、なんで高専だったのかっていう話でね。で、ただ象徴的な一言は実はもう私の中では聞けちゃったなっていう気がするんですけど、特に学校の時は説明しきれないんですけどねっていう一言になんか全てこう含まれちゃってるかなとも思ったんですけど、はい、ちょっと改めてなんで名刺っていう着想だったのかなっていう、なんかね、こう 肌触りのあるというか肌感覚のあるペインって別に名刺だけでもなかったはずだし、うんうん、何かそのソーシャルイシューっていう話も学校じゃなくても別になんかいろいろあったはずですね。なぜそこに寺田さんはこうヒットしたんだろうっていうのはちょっとお伺いしたいなと思ったんですけど、なんかこういう話って後から何度も言葉重ねてると、その時本当にどう思ってたかちょっと分かんなくなる、分かんなくなってきますね、はい、実際あるんですけど、まあ名刺はですね、やっぱりなんかこう不思議だったんですよね。多分なんかこうすごい大事なもんじゃないですか、うん、どう見たって人と人があって、うん、だけどまあなんか雑に扱われてるし、みんな困ってるし、うん、俺だけじゃないなみたいな、うんうん、なんかそのギャップがなんか気になったんでしょうね。そのギャップが気になって、うん、それって解決できない、いやできるよねと。しかもこれって紙として見たらなんてことないけど、俺がこの人の名刺持ってるってここに日付書いたら出会いの記録出来上がりみたいな、うん、まあそのなんか質感がなんかこう魅了したんでしょうかね。だそれを形にしたい、なんかできるんじゃないかって思ったんですね。なるほどね。なるほど。で、学校の方はですね、これ説明しきれないんですけどね、さっき逃げたのは、実はこの間猪子さんとイベントやってた時に彼に言われたんですけど、そんなのね、人間の意思決定なんて無意識化なんだと、ていうかもう寺さんこれ、うん、ただの美意識だと、合理的じゃないと、うん、アホじゃんこんなこつってなんて言われてまあ確かになと、なんかまあ美意識って言い方がいいか分かるんですけど、まあ僕はこれかっこいいと思ったんですよ多分、うん、こういうことをやる自分でありたいなってうん、思ってやったんで、あんまりだからなんかもう分かんないんですけど、ただ、うん、逆説的に言うとなんかそういうこうなんか説明しきれないかもしれないけどアジェンダだって動いてみると、うん、そのアジェンダによって自分が今度振り回されて、うん、まあそういうコンフォートゾーンを出てく感じとかいうのは僕自身の成長にもなってるんで嬉しいんですけど、うん、まあ、戻ってなんで学校だったのかっていうのは、なんでなんですかね。なんでなんですかね。はい、いや、ものすごく魅力的な場所だと思いますし、人が成長していくとかね、はい、グロービスは大人の方しかいませんけど、でもやっぱり人がすごいこう目つきが変わったりとか顔つきが変わったりとかして卒業していくのを見た瞬間の嬉しさって、多分ね、寺田さん ね最初の卒業式に号泣すると思うんですよ僕。いや、僕はもうそんなのもうその手前から泣いてますよ。手前から泣いてるだからなんかそこの学校っていうことに対してどんな思いだったのかなって、でもまあかっこいいとかね、人育てたいとかっていうことの中で説明しきれない何かっていうのがなんかことの本質を表すんだなっていう気も逆にしました。多分合理的な判断ではないですよね。あ、うん、まあ説明頑張って使用すると、多分まあ人よりこう、まあ、ある種恵まれてると思ってるので、まあそれに対してやるべきことなんだっけみたいなものは当時も今も真剣に考えてますけどね、うん、なんかこう、うん、はい、そんな成人君子じゃないですけど、まあでもそういう考え方は多少ありますか、うん、じゃあ次の質問なんですけどね、さっきの話で言うと、サンサンのビジネスっていうのは次から次にこうリーンでいろんなビジネスができてきて、この1年の中でもいくつもビジネスができましたみたいないう話があって、
で学校っていうのはもう超ウォーターフォールでありとあらゆることをなんか下手すると何年間分の運転資金を全部現金で持っててくれないと困りますみたいなそういう世界じゃないですか、はい、学校作るときって、はいはい、もうウルトラスーパー超ウォーターフォールと、はいはい、ウルトラスーパー超リーンが同居した頭に今なってると思うんですけど、はいはいはい、なんかそのマネージメントからなんか寺田さんご自身が今学ばれてることというかそういうことってどんなことがあるのかなと思って、うん、要するに超高速とね超こうなんか計画的にやらなければいけないことっていうのはなんかこう2つ同居してるわけですよね。いい質問ですね。これ本当に珍しい経験なんじゃないかなと思う。そうですね、あの日本人の中でこんなことやったことある人ってほとんどいないんじゃないかと思うんですけど、なんかそうですね、ただなんかこう学校がとりあえずそのアジャイルだったりリーン作れない理由はありますよね。ちゃんと長期で作っていかなきゃいけない、うん、それは合理性があるなと思うので、うん、その仕組み自体になんかどうのこうのっていう異論はあんまなくて、うん、まあもうちょっとここ柔軟にしてとかありますけどね、なんかあのもう散々経験ただまあそんななんかこう Y の Y の変えたところで時間かかるわけで、まあ、それは理解できるなと、うん、でも他方でなんかそのまあ、これ手法的な話で言うと、三々でやって、ずっとやってきてるリーンな手法とか、アジャイルな考え方って、別に、まあ、マイルストーンはウォーターフォール的にポンポンと置かれますけど、うん、そこに向き合っていくときは、極めてそういう進め方って有効なんで、うん、なんかその、組み合わせながらやれてる感じはします。うん、で、まあ、その、ちょっと広げて答えると、勉強になってるっていう意味で言うと、なんかこう企業の経営だと、まあ、僕会社トップとして、うん、ある程度指揮命令系統もちゃんとした中でこうバチンとしてこうガガガガって無駄なく動こうみたいな感じなんですけど、うん、学校のプロジェクト今50人ぐらいいて、まあ、もう正直なんかプロジェクトも10個ぐらいあって、うん、まあ、建築からブランディングからなんかイベントいろいろあるわけですね、うん、まあ、分かんないです、もうほとんど何やってるか、一応トップですけど、うんうん、で、まあ、ある意味それってまあ、なんかこう燃費が必ずしも良くない、善意がわっと入ってきて燃費が必ずしも良くないんだけど、うん、その分やりたいという人たちの大きなパワーがあるから前に進んでいくみたいな、うん、でこういうなんか物事の進み方っていうのはあこんなんあんだなっていうのはまた勉強、うん、それは勉強になってます。なるほどね、なるほどなっていう、なるほど、あの学校ってそういう意味では株主がいなくて、まあ、要するにその所有者がいらっしゃらないっていう一つの特徴が、ね、最初理解できませんでした。どういうことかな、はい、だから指揮命令系統ももちろんその組織事情の理事長がトップにいてっていうのはありながらも、なんか会社ほど明確じゃなかったりだとか、そうなんですよね、うん、もしくはなんかこのダイレクションもなかなかこうみたいな中で言うと、どっちかっていうとなんかこう NPO 的というか、あの私自身実はですね、子どもの小学校の PTA の会長をやってたことがあるんですけど、なるほど、その時が一番リーダーシップ試されたな感があったんですよね。ああ、なるほどね。お給料も払ってないし、はいはいはい、何もしてないので、はい、まあ、そういう意味では、なんかその企業のそういうことが極めてクリアな状況の中のリーダーシップと、そこがちょっと違う種類のリーダーシップが、今、寺田さんのなんか両側面をこう、おっしゃる通りですよ。っていう感じなんですかね。いやいや、もう、なんだろうな。まあ、総括できるほどまだ渦中なんで分かんないですけど、でも、なんだろうな、これやんなかったら絶対体験しなかった、うん、あのことでありますね、その今おっしゃったところは。でもそれってやっぱりコンフォートゾーンから出てね、なんかこう、素晴らしい上場されて、それでもなおかつやっぱりチャレンジを取りに行ったからこそ、なんか味わえてる成長感みたいなのなんかすごそうですよね。いやー、もうなんかかっこよく言ってますけど、もう本当にもう泣きそうな毎日ですけど、ね、本当に。まあ、ご経験者なんで、あの分かっていただけると思います。いやいや、我々もなんかこんな8センチの一番分厚いドッジファイルを段ボール何箱か収めた記憶があるんで、はい、どうやらそれはまだ紙で出さなきゃいけないっぽいんで出しますから。いや、そうですよね、うん、なるほどな、ありがとうございます。それとですね、ぜひお伺いをしたいなと思ったのが、やっぱりなぜ高専だったのかっていうあたりは、皆さんの質問からも全部いろいろ来てるんですけども、まあ、高校もあったよね、高専もあったよね。で、今度、私、それにちょっとアドオンすると、全寮制じゃないですか。はいはいはい。で、中学を卒業する段階の子どもに全寮制に入ることを意思決定させるっていうことと、ということは、その後ろにいらっしゃる親御さんの納得感を高めるってことは、意思決定者も二重にいるし、ものすごいやっぱり難しいチャレンジの側面はあるよねって、普通に考えて思うんですけども、うんうん、どういうこうあれでね、それをやりたいって思われたのかなっていうのは、まあ、まさに猪子さんがおっしゃるように
合理的に考えればそこじゃねえんじゃねえかっていう気もしないでもないなとかね、うん、まあ、実体験とそのロジックと両方なんですけど、まあ、なんですかね、まず高専なんて僕知らなかったに等しいわけですよ、自分の会社やるまでほとんど、うん、ただ高専生なんか入ってきて、えらい若いのになんかこう優秀だったりプロフェッショナルだなと思う連中がいて、うん、そこから知ってったんですけど、そこから紐解くと彼らって15の時14の時に一回自分のプロフェッショナル決めてるわけじゃないですか、うん、なんかそれってやっぱりこう なんとなく高校に行ってなんとなく大学に行った僕とか、まあ、そういう多くの人に比べてすごいやっぱもうプロとしての覚悟とかが早く身についてる感じっていうのはすごく見てて思ったんですよね。だからまあこの今高専作ってたと思うんですけど、まずでも高校以上の教育機関を作ることの価値の一つはそこにあると思っていて、何かというと、まあ、学校やってるとですね、小学校からやらなきゃ間に合わないよとか小中とかもいろんなありますよね。ただ自分も人の親やってと思いますけど、小学校中学校とかってやっぱりもう親の意思とか環境がものすごくほぼ 100% だと思うんですけど、やっぱり高校の選択ぐらいからは意思の芽生えというか本人の意思が入ってくると、うん、そこにこういう選択肢を提示して5年間という枠組みで社会まで持ってっちゃうってことは、うん、まあぼんやり選べないです、うん、もうなんか意思を持って選ばないといけないということで、でかつそのまあ、まあ、あと見渡してみれば高校を頑張ってやっても大学を意識せざるを得ないですよね、うんうん、で今更大学作るでもない、高専だったらじゃあこの奇跡の田舎神山町に生まれて生み出したときにそのまま社会まで持っていけると、うん、で5年間ずっとその何ですかね、一貫した学びができて、うん、そのまま社会まで直結できるってある意味では高専じゃない方がいいことなんかありましたっけぐらいな感じになってきてなんだ、うんうん、でもしいや違うと、さっきも言いましたけど、じゃあ就職するできますよもちろんと、さんさんぜひ来てほしい人材ですと、うん、もしくはその、大学やっぱり行ってもっと学びたいんだ、編入すればいいじゃないか、うん、もしかしたら一番選択肢が広がるパッケージなんじゃないのと、うん、いうふうに思って、まあ、高専を選んだと。高専を選んだ中で、まあ、高専を完全オンラインでやるとかいうこともできたかもしれないんですけど、なんですかね、これはなんか一つのその仮説ですけど、まあ何ですかね、こう、松下村塾みたいな、分からないですけど、あの時期の長州に、その時日本を変え、その後日本を変える人が偶然みんな集まってたわけじゃなくて、なんかこう、ホットスポット的になんかこう、オフラインだからできたようなもの、まあ当時オンラインないですけどね、うん、なんかああいう、こう、爆発力って、やっぱオフラインのあるんじゃねえかなと思っていて、うん、なんかまあその仮説において、まあ、高専だし、全寮制だし、うん、まあ、神山でやろうと最初から決めてた中で全寮制ってのはおのずと導かれた結論なんですけど、まあそういう、理由付けとともにですね、今このパッケージで非常に良かったんじゃないかなと思ってます。なるほど、なるほど。私は寺田さんと同じ大学の工学部だったんですけどね、ちょっと大人になってから仕事で沖縄とかいくつかの高専を回ったことがあるんですよ、ね、はいはいはい。で、そこで明らかに感じたことは、大学生の方が難しい算数が分かるっていう話になってはいるものの、もうね、ものを作るっていう能力に関しては圧倒的に高専の人たちの方が一般の工学部の大学生とかよりも受けてるトレーニングが全然質も量も違うので、うん、もう段違いなんですよね、うん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 、だからその高専でなんかすごく有名になったのはロボコンとかね、はい、もう凄まじいレベルのものが出てくるじゃないですか。だからなんか冷静に考えると、なんか高専以外のオプションねえじゃんっていうふうに今思われてるっていうのは、なんとなく後付けかもしれないけど、でもお話聞いてると、なんかすごく、まあ、そうかもなっていう、うん、なんかやっぱりことを起こすことを教える中で、ものを作る力が裏表であるって、すごいスピード出る気もするんですよね。うんうん、で、ともするとそういうロボコンとかイメージ、すごい素晴らしい高専の一面であるのに、なんかちょっとこう、オタクっぽくて、なんかそれ何のためにやってんのっていうような観点でこう社に見る人もいるような世界ですけど、彼自身がこれにはこういう意味があるんだってことまで含めて語ったり訴えたりすることを含めて裏表でやれたら、むしろ それってすごいことなんじゃないかなと思ってるんですよ、うん、なるほどね、なるほど。でも多分この企画の素晴らしさは本当に大人の先輩とか、さっきの50人のメンターの方とかがなんか寄ってたかって、そういうこう社会との接点を作るっていうところが多分すごいことになってくる一つの起爆剤になりそうな気がしますよね、うん、そうなんですよ。これ僕も一つ仮説としてあるのは、私起業家で、アントレプレナーシップを持って生きてると仮にしたときに、はい、なんか別に何ですか、特別な
なんか選ばれた人間でも何でもないわけですね。ただの別に普通の人で当たり前ですけど。で、僕が思ってるのは、例えばスティーブ・ジョブス持ってきたって、まあ、ちょっと嫌なやつなだけで普通の人なんじゃねえかなと思ってるんですよね。だからもうなんかそういう目線で見た方が良いか良いんじゃないかな。いや、逆に言うと、あの若い頃から、まあ、こう結構すごい人たちが起業家講師ってことで教えに来てくれるような、うん、枠組みにしようとしてるんですけど、うん、あのなんかすごい自分のアジェンダを持ってチャレンジしている面白い大人がゴロゴロうろついてて、うん、なんかこうそんなにこう海の向こうの人がやってる感じじゃなくて、うんうん、なんかあの人やってんだこの人やってんだみたいな距離感で、そういう人たちとこう定常的に触れられるだけでも、彼らしかものが作れますみたいなことになると、うん、どん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 生まれていくんじゃないかなっていうのは今大いなる仮説として持ってますね。なるほどな、なるほど、ありがとうございます。そしてこの間私も Facebook で知ったんですけど、この学校の事務局長がグロービスの卒業生、私も個人的にクラスと、ね、ご一緒したことがある人だったんですけど、ちょっとお個人名は避けますけど、あ、いやいや、あのもうこうあのポストしてますからね、あれですよ、松坂君が、はい、あのなんかすごいご縁をね、直前、いや本当に先週ぐらいだったかな、それを知ったのが、はい、おお、ここの事務局長やるんだみたいな、移住しますからね、はい、ご縁を感じています。いや本当です。じゃちょっと皆さんから来たあの質問に振りたいなというふうに思うんですけども、何か三々の授業と教育授業って共通点みたいなものは見出されてますかっていうご質問が来てるんですけど、いい質問ですね、いい質問です。あのちなみにこの、神山高専は僕個人としてやってるというステータスで、なのでまあもともと自分は表に出るつもりもなかったんですけど、まあ、今は会社として側面支援してるという立て付けになっています。で、うん、共通点ありますかって言われると、ありますって言うと嘘になっちゃうぐらい今よく分かんないです、うん、あのただなんか新しいことをゼロから落とすという意味ではもちろん共通点あります、うんうん、まあそのぐらいかなっていう感じですかね、うんうん、なるほど、なるほど。でもビジネスのインフラを作りたいっていうのと、やっぱり社会のインフラを作るエンジニアを作りたいみたいなこととか、なんか共通点あるんだろうなと思いながら。あ、でもそうかもしれないですね。僕の美意識レベルではあるんでしょうね、きっとね。あのさっきの井上さんの話じゃないけど。ベースを作りたいっていう思いがあられるのかなと思ったんですけどね。あとはなんかさっきのサンサンでやってかけてるサービスとかもそうですけど、全体を論じるよりも一つの面白いケースを作りたいっていうのは結構あって。うん、僕はなんか教育がこうあるべきだとか言うともう全部嘘だなと思うんですけど、うん、こういう学校があったら面白いじゃんっていう提案はできるかな、うん、あの三々で新規事業やるときも全体を論じて落としていくというよりは、うん、こういうサービスあったらいいでしょっていう提案をしたい、うん、まあ、その辺はすごい似てるところあるかもしれない。一つの突き抜けた事例っていうのを物事を動かすっていうのは本当に私も共感します。あのグロービスもこの15年間、そうですよね、いろいろあのいろいろご指導いただいてまいりましたので、あのそれすごく共感をしますね。いやいや、はい、もうグロービスは本当に、まあ、僕あの学校が作れるっていうのを間近で見たのは本当にグロービスとか、うん、アイザックとか、なんか今現代においてはなんか会社を起こすけど学校って作るもんだってみんな思ってないですよね、うん、でも、まあうん、まあまあ志のある人たちが作ってきたんだよなって、うん、もうグロービスはそうだしってのはすごくこう勇気づけられますよ。そうですね、ぜひあの神山のこうカリキュラムマップの中にも志っていう文字を埋めていただくと、確かにそうですね、なんか個人的には嬉しいですけどね、はい、あ、確かに、はい、ありがとうございます。じゃあ次なんですけども、5年間全寮制ということですが、どれぐらいのこう費用を想定されていらっしゃるんですかって。いい質問ですね、はい、ありがとうございます。あのぶっちゃけあの学校って経営とか事業っていう言えるようなもの面はあんまり多くなくて、まあ、あのめちゃめちゃ金がかかって全然儲かるようなもんじゃないです。でさっきの寄付もあの3コストとしてというか、もう本当に寄付は寄付でもうなかったことにして、うん、で学校自体の PL ってもうすげえシンプルに言ってしまえば教職員の人件費割る生徒数イコール授業料みたいな感じです、うん、であの高専でこれ200人の生徒に30人ぐらいの教職員ってなると、まあ、授業料って今細かく今計算中なんですけど、まあ、普通の私立高校より高くなっちゃう、うん、まあ、全寮制でありますし、あのすごく高くなるんで、そこを奨学金をちゃんと用意して、うん、まあ、アイザックもそうですけど、うん、家庭環境に応じてもゼロから、うん、もう実質負担ゼロからフルティーションまであるような設計っていうのをどうやって作ろうかっていうのも含めて、うん、まあ、今資金を集めてる感じです。なるほど、はい、まあ、そうならざるを得ないですよね。そうですね、おっしゃる通り、まあ、そのためのやっぱり企業のサポーターだったりおっしゃる通りっていう、やっぱりなんか日本のそのビジネスの世界にももっとやっぱりこの国の
将来のためにお金を使ってもらうみたいなセンスをなんかちゃんと作ってもらうっていうのの一つのきっかけにもしていただけるといいですよね。うん、あの企業版ふるさと納税と本当にいいと思います。なので、うんうん、あのインパクトをレバレージかけられるので、だまあ、うん、それをもっと広めることも間接的寄与できればなと思ってますね。うん、はい、この方面白いですね。強く共感して先輩にならせていただきました。あ、私もちなみに先輩にならせていただきました。はい、起業すると事業を起こすこと、旗を上げることに私がやらねばならぬという使命感、そういうことを語られるトップって多いと思いますと。かっこいい、興味がある、素敵だなっていう感覚から使命感につなげたとするならば、なんかそのプロセスってどんな感じでしたかねと。いい質問ですね。なんかまあ入り口ってこうなんか野心だと思うんですよ、ほとんどの場合は。さんさん起業した時もミッションだなんとかだっていうけど、もっとドロドロした野心だったりかっこいいじゃんみたいな、うん、なんかまあまあそんなんじゃないとなかなか やろうと思えないしね、うん、でも野心なんだけど、そういうのやっていくうちにだん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 それが研ぎ澄まされてって、芯だけ残ったらそれが志と呼べるようなもんだったみたいな順番、うんなんじゃないかなと、まあ、思ってます。なんかでそうなっていかないと結局人もついてこないし、うん、何も集められないんですよね、うん、野心丸出しの人には人はついてこないですからね、うんうん、だからそれがその野心がビジョンが志、まさにその志まで昇華してた時に初めて本当の意味で一番最初に昔の自分なり、昔の彼が思っていた野望的なものに対して近づけるんだろうなと思うんですよね、うん、なんかこう後から語ると最初からきれいに志だけあったように聞こえるんですけど、まあ、もっとなんかかっこいいじゃんとか、うん、なんかこうでかいことやろうぜとか、なんかそういうものから入るのが普通だし、うん、僕もまあさんさんにしても学校にしてもそのぐらいのところから入って、まあ、こういうところで語るとちょっとそぎ落ちたもんだ聞こえてかっこよく聞こえるっていう感じじゃないですかね、うんうん、最初は本当に、まあ、ある意味私利私欲で始まって、そうですね、だん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 目が外側に向き、寺田さんはその目がこうパブリックに今向いたのがこの学校みたいな、そういう感じかもしれない。そういう言い方もできますね。おっしゃる。はい、ありがとうございます。じゃあ今度は三々系の話がいいかな。新規事業サービスをリリースされるにあたり、さまざまな課題がある中で大切にされていること、どういう順番でやるかみたいなこととか、どういうことがクリアできたら、それを新規事業にしてリリースしようって決めるのかみたいな、なるほど、この寺田さんの中での優先順位なり価値観なり、この辺を教えてくださいと。結構驚くほどアジャイルかもしれません。まず大抵こう仮説が生まれて、それってまあ僕らが仮説立てるやつっていうのはまあこう例がないやつが多いので、これがうまくいってるからとかいうことよりもこれって多分自分たちだったら使いたいよねとか、うん、まあそこまで近い距離で分かんなくてもどう考えてもこの間あった人使いたそうだよねぐらいな、うんうん、なんかそういう入りから入りますと。でそれをもう実際にペーパーの上で売ってみちゃったりしますと、うん、もうそれに近いぐらいもうまず売ってこようみたいな、物もないのに失礼かもしれないけどそのぐらいの入りをして、売れるんだったら作ればいいじゃん、うん、みたいなぐらいで考えていたりします、うん、でそういうプロセスによって何を作るべきかかなり明確になってきて、うん、例えばそのお客さんにヒアリングとか顧客候補へのヒアリングっていうのもヒアリングしてても結構分かんないです。売りに行かないと分かんないです、うんうん、値段つけて、まあ、物はないかもしれないけどこういう値段でいついつ発売予定ですって売りに行くと本音が聞けて、うん、でこれこういうの作ったらどう思いますか、いいと思いますよしか言われないから、うん、そのぐらいシャープにその物事を先行させることによって、リーンに物作りができるっていうのは大事にしてますね、うん、なるほど、ね、なるほど、はい、ありがとうございます。あとですね、直接そういう質問ではないんですけども、風を追うか風を作るかって話がありました。つきましたね、はい、いやいや、すごくいいフレーズだなと思ったんですけども、なんだろう、そうやってもやっぱり創業のアントレプレーナーがここにいて、まさに風を作ったアントレプレーナーがいて、で風作れって言うんだけど、やっぱり寺田さんご自身が作りたい風っていうのはいっぱいあるはずで、そういう状況下の中で本当に入ってきたメンバーに風を作らせるためになんかどんな工夫をされてるのかなとかね、なんかその起業家にやっぱり寺田さん憧れて入られた方とかってたくさんいると思うし、やっぱり若くて元気で強い起業家がいる会社の中でね、本当に自らが立って風を起こせる人を育てるっていうのは一つ大きなテーマなんじゃないかなと思うんですけども、実際にどんなふうに風を起こさせてるか。なんかなんすかね、なんか
意外になんかこう社員とかを見てこいつを育てようみたいな概念で物に向かってなかったりします。どうやったら一緒に成功体験できるかとか、どうやったらうまくいくかっていうのを一緒にやるかみたいなことしか向いてないかもしれないです。なるほど。で、なんかこうやらせてみるというか一緒にやるとか、まあなんかそういう感覚でありますし、なんていうんですかね、こう何かがこう起き上がっていく瞬間を一緒にやることが最大の成長だと思っているので、これは僕自身も常にそうですけど、何かだからその彼らに何かをやらせてみるとかいう感覚よりも可能性のあるものを一緒に考えてできるだけこう大きなインパクトに持っていくっていう、まあ、それだけしかやってないかもしれないです。あ、なるほど。だからまだ一緒に風作るっていう感じなんですね。そうですね、おっしゃる通りですね、はい、機会を与えてうんぬんというフェーズというよりも一緒に巻き込んで一緒に風作ってもらってるみたいな、ね、はいはいはい、そういう感じですね。なるほど。今日の最後の質問なんですけども、これもすごくいい質問だなと思うんですが、動画の中に下手をすると何者でもない学生が出来上がってしまうという言葉があり、それが印象に残りましたと。で、広く学びつつもそれらを統合して物を作ることによりことを起こすということができる学生を育てるためには、そういう人を育てるためには最終的には何が一番大事だと寺田さんは考えていらっしゃいますかと。大倉さんとあれ神山で合宿している時の多分コメントだったのかなと思うんですけど、やっぱり教育機関だし、まあ、ことを起こす力ってふわっとしたりもするじゃないですか。だからその、まあ、究極じゃあ何が残るかって言ったものを作る力だよねっていう議論をしてたんですよね、うん、それをちゃんとぶれちゃうと何者でもなくなっちゃうじゃんっていう、なんかこういう議論で、まあ、この学校は高専でもあり、ちゃんとものを作る力っていうのを身につけるゆえに何者かにはなるだろうっていう順番ですかね、うん、でただ最初からことを起こすってことも、彼らには所要として捉えることによってより大きなインパクトを掛け算で出してもらおうという感じで考えているので、やっぱり教育としてエンジニアリングとかデザインとか、うんうん、まあ、そういうことをちゃんと教えていく、でそれを統合するためのものづくりの実践もやっていく、でものづくりというものが単に個人の趣味じゃなくて社会にインパクトをもたらす、ためなんだっていう教育をしていく、まあ、そんな風に考えています、ね、はい、ありがとうございます。今日はですね、サンサンの、まあ、創業者でありトップである、そしてこれから神山に日本初なんですかね、私立の高専っていうのはね、まあ、あるんです、大学、あの私立大学附属高専とかは、付属はね、でも独立の私立の高専は初めてですよね、はい、という、まあ、新しいアントレプレナーというか新しいチャレンジを、まあ、これから始められるというか本格始動される寺田さんにお話を伺いました。最後にぜひ聞いてくださっている皆様にメッセージをいただけたらと思います。はい、そうですね、まあ、僕自身これ向き合ってて大事にしてるのは、我々全員そうなんですけど、いやこれは何も完成された成功した大人がなんか一つの恩返しでやってるプロジェクトじゃないんだと、うん、未完の大人が必死にやってますっていうのを売りにしてます、うん、僕自身それを日々感じていて、うん、もう久々にこの肌感覚として成長痛を感じるというか、経営者もだいぶ長くやってると自分の成長ってもはや結果からしか感じられなくなってるんですよね、うん、結果が出れば成長したんだなと思うけど、そうじゃなかったら思えない。で今全然違う領域に向き合ってる時に、あ、やっぱ本当に未完成だな自分って思ってます、うん、その姿勢とかそういう大人が向き合ってるって精神性がこの学校のですね、DNA になってったらなと思ってます。で、そういう姿勢って連鎖していくので、なんかこう、僕も、所詮未開の人間でチャレンジしているという中で、今日聞いていただいた皆さんがですね、一人一人何かこう、チャレンジするということの、何かエンカレッジにつながればな、というふうには思いながら喋ってました。ありがとうございます。ありがとうございます。トップが肌感覚で成長痛を感じるっていうのはもうすごいことだなと思って最後のコメントをいただきました。いやもう本当に、でそれが多分興奮につながったら、はい、15歳から20歳の皆さんが本当の意味での成長痛、人生最初の成長痛をね味わってくださるような学校になるのかなと、そんなふうに思いました。はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。